国民突撃隊の射撃訓練を視察するシェップマン、ビルヘルム・シェップマンは、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者党の突撃隊、幕僚長。ノルトベストファーレン州のハッティンゲン出身。1922年に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。ビクトール・ルッツェと共に、ルール地方の突撃隊の組織化に当たった後、ハッティンゲンの突撃隊の指導者となった。 1930年には、ナチス党のプロイセン州議会議員に当選、さらに1933年には国会議員となった。長いナイフの夜事件で、幕僚長、エルンストレームら突撃隊幹部が粛清された後、ザクセン州の突撃隊指導者となった。レームを継いで突撃隊幕僚長となっていた、ビクトール・ルッツェが1943年に、 自己死すると代わって突撃隊幕僚長となった。突撃隊の評価と尊厳の回復に努める一方、新衛隊との協力関係を深めた。彼は戦時中継ぎのように述べた。彼は国防軍や武装新衛隊の部隊が突撃隊に由来する部隊名を使うよう尽力し、総攻軍団フェルトヘルンハレや突撃隊の英雄ホルスト・ベッセルの名前を使った。 部隊が設立された。戦後、イギリスの情報部に発見されて逮捕されたが、裁判で無罪となった。1952年に、故郷非追放者、権利被剥奪者ブロックから、西ドイツニーダーザク選手の衆議会選挙で当選し、その後市長を歴任した者の元ナチスの経歴が、災いして1961年に、公職から退いた。ありがとうございます。